ました。はい、それでは3つ最終スーパーカークラス A メインの10分間スタートします。ライングにご注意ください。さあ、翔ちゃんが勢いよく出て、ガキンチョ、順番通りかなと思ったら、おっと、ここでトップが入れ替わりましたね。これトップに出たのは丸山選手の模様、違うか分からん。一番初め返ってきたのは今井選手が、なんと翔ちゃん、続いて小森さん、丸山選手、ヤンジョジッキーさんの順。しかし、さすがの A メイン、まだ団子状態。さあ、ガチガチ言ってる中で今井選手がどんどん前に行ってしまうのか。さあ、クリちゃんはボディが横になってるが、このまま走り続けるんでしょうか。さあ、トップの今井選手に翔ちゃんが襲いかかる。黒と白、なんかお葬式みたいだ。さあ、ここで翔ちゃんがトップに躍り出た。早い早い、さすが8枚。さあ、残り9分です。さあ、ここで今井選手がまたトップに入れ替わった。さあ、2位3位の丸山選手がプッシュプッシュ。さあ、テスタロッサ早い。さあ、続いて柳沢選手、あ、早い早い、みんな早い、みんな12秒台。ベストラップで見ると、かなめちゃんが一番速い、12秒40、ベストラップ賞です。続いて速いのは今、ごめんなさい、小森選手が今トップですか。はい、はい、小森選手がトップ、速いはず、12秒55。次に速いのが渡辺翔ちゃん、12秒66。今井選手12秒76、柳沢選手12秒85、丸山選手12秒95。さあ、残り8分です。さあ、トップ小森選手、小森選手はBBですね。さあ、BB カウンタック円と、これはなんだっけ、テスタロスは円と、ああ、円と脱げました。やっぱりクリちゃん円と脱げました。さあ、小森さんと今井選手の差が1秒18。続いて柳沢選手が0秒9、丸山選手が0秒6。さあ、小森選手が快調に逃げる。続いて今井選手、そして柳沢選手、丸山選手の順。さあ、まだまだ残り7分あります。残りは間もなく7分。さあ、今井選手が焦げた、焦げてない、詰まった。ここで2位が詰まった。うわー、クソーと言ってます。さあ、トップ小森選手が裏ストレートから、さあ、今計測ですね。2位との差はどのくらいでしょう。2秒45。続いて柳沢選手が0秒5の差。さあ、ここで4番手丸山選手の差が1秒。さあ、面白いのは今井選手対柳沢選手、ここが面白い。さあ、残り6分。さあ、栗原選手以外は同一ラップです。なんとなんと、ここでベストラップ、渡辺翔ちゃん12秒34、ベストラップ賞です。さあ、残り5分30秒、まだまだ半分以上あります。さあ、ここで1位と2位の差が2秒。
と3位の差が1秒4。あ、2秒3に広がった小森選手、軽快ですね。小森さん、水素を送ります。さあ、残り5分です。あ、1秒9にいきなりコンマ4縮まった。ここに仕事にも入った。バックマーカーが痛すぎるでしょ。さあ、ここでトップがぶつかって1位と2位が急接近。さあ、0秒7の差だけれども、2位の今井選手がミスった。3位のガキンチョウヤジが猛追。さあ、残りは4分15秒。1位と2位の差が1秒8、2位と3位が1秒ジャスト。小森、今井、柳沢、丸山、渡辺、栗原の順、残り4分切りました。さあ、今の周回、小森選手の方がコンマ3ぐらい早いですね。さあ、残り3分40秒、小森選手が13秒2、今の周回、今井選手が13秒3、またその差を広げた。丸山選手も13秒3で今の周回、小森さんも13秒3、今井選手13秒2。さあ、渡辺翔ちゃんが今13秒1あたりをどんどん猛追してますね。これね、これもしかして3位が入れ替わったんか。あ、まだか。で、3位が入れ替わりましたね。3位渡辺翔ちゃん浮上。さあ、残りが3分で2位の今井選手に白い車、またお葬式合戦だ。さあ、残り2分50秒。ベストラップは今の周回、渡辺翔ちゃんまだ13秒2。さあ、今のここはどうなる。こんなことが起きるのか。さあ、ここで丸山選手が3位浮上かと思ったらどうなんだ、分かんない俺には。2分20秒残ってます。さあ、柳沢選手が2位に上がってきた、計測上。さあ、ここが2、3、4、5。さあ、小森選手はもう半周以上差がついてしまいましたね。残りまもなく2分。さあ、2分切ってまいりました。さあ、ここで今井選手にスイッチが入ったと思ったらミス。うわ、何を。さあ、誰がこけた。わ、これはガキンチョがこけた。さあ、ここで翔ちゃんが2位に上がって、3位に今井選手、4位に丸山選手。さあ、残り1分30秒です。面白い表彰台争い、今井対丸山、黒田矢が。うわぁ、ランボルギーニが勝ったもんよ。さあ、翔ちゃんがだいぶよれてきた。頑張れ翔ちゃん。さあ、残り1分です。さあ、1位小森選手と2位の渡辺選手は7秒も差がある。2位の渡辺選手と今井選手の差が3秒。さあ、今面白いのは表彰台争い、黒田矢か。さあ、残り30秒です、まもなくね。さあ、ここでガキンチョも加わってきた。1.5 秒の中に3台。さあ、残り20秒です。
残り2周いけるでしょうか。さあ残り10秒。さあここラストラップになるでしょう。この3台表彰台争い、さあここからゴールです。小森選手号、クリアル選手号、渡辺選手号、今井選手ゴール、丸山選手ゴール、全社ゴールです。優勝はコーリンチャー2番手星渡辺昌司、3番手今井なんでテンション下がるの頑張ったよ、20g 他見ちゃうとすぐインスタ